なんや、ウォーティーが言いたいことがあるみたいやな。うん、うん、おっしゃ、ちゃんとさくらに伝えたる。でも今回はワイの責任でもある。だからさくらのこと悪く思わんといてな。ケロちゃん、ウォーティーなんて言ってるの？あ、一言一句間違いなく教えたるで。ウォーティーはな、さくらに大事にしてほしい、ずっと一緒にいたい、大好きなのにって伝えてくれ言うとった。ごめんね、ウォーティー、寂しかったよね。ずっと一緒だよ、大好きだよ。だからもう安心してね。ウォーティーさんが戻ったことで、この辺りの精霊たちは少し落ち着きを取り戻したようですね。でも風は変わらない。やはり原因はさくらさんのクローカード以外にもあるのでしょうか？そうね。ちゃん、クローカードは自分を封印した主を大好きになるって言ってたよね。ああ、そうや。クローカードは自分を封印した人を一番大切に思っとる。そうだよね。一番好きな人と一緒にいられないなんて寂しいよね。さくらちゃん。ともよちゃん、起きてる？はい、起きていますわ。さくらちゃんも起きていらしたのですね。ちょっと眠れなくて、少しお話ししてもいい？もちろんですわ。ウォーティーを悲しい気持ちにさせちゃったんだって思ったら、すごく心が痛かったの。クローカードは自分を封印した人を一番大切に思う。それなら、ウィンディも同じだよね。きっと今頃、ウィンディも同じ気持ちで、私のことを待ってるんだよね。ケロちゃんもそうおっしゃってましたわね。この世界がどこかもわからないし、私にはトモヨちゃんもケロちゃんもリー君もいるのに、
それでも寂しくて、怖くて不安でいっぱいなのに、ウィンディは、たった一人なんだよね。ウィンディのことを考えると、とっても辛いよ。さくらちゃん。早く見つけてあげたいし、早く安心させてあげたい。もう、大丈夫だよ。あの、大丈夫ですよ。え、ルリアさん？ルリアさんごめんなさい。私たちの声で起こしてしまいましたか？ううん、そうじゃないんです。私もちょっと考え事をしていて、眠れなかったので。こちらこそごめんなさい。突然割って入ってしまって。でも、伝えなきゃって思って。あの、さくらちゃんたちが不安な気持ちになるのは当然だと思います。知らない世界で、怖いのも、辛いのも、寂しいのも。ルリアさん。でも、安心してください。私たちの気空団の団長は、とてもすごい人なんですよ。どんな時も一生懸命で、困っている人を見たら放っておけなくて、見ず知らずのこの命を、自分の命をかけてまで助けようとする優しい人。団長さんは素敵な方ですわね。はい。だからきっと、さくらちゃんたちのことも最後まで一生懸命力になってくれます。私たちももちろん、最後までさくらちゃんたちに協力します。せっかくこうして出会えることができて、お友達になれたから。だから、大丈夫ですから。ウィンディさんを見つけるために、一緒に頑張りましょう。私たちの団長を信じてくださいね。ルリアさん。どうして泣いているんですか？私、変なことを言ってしまいましたか？違うんです。嬉しくて。安心したら、なんか涙が出ちゃったみたい。そのお気持ち、わかりますわ。だって、ルリアさんの励ましのお言葉は、とっても胸に響いてきましたもの。うん。ルリアさん、ありがとうございます。それなら、よかったです。でも、嘘じゃないんですよ。本当の、本当に、大丈夫ですからね。はい。団長さんが、強くて優しい人だってこと。とても伝わってきます。もしかしてルリアさんは団長さんのことがお好きなんですの？え？それは、そういうのはあんまりよくわからないですけど。怖いことから助けてくれて、楽しい世界を教えてくれて。楽しいことを一緒に楽しいねって言い合って、辛いことがあれば一緒にその痛みを分かち合ってくれて。一緒にいると安心をもらえるんです。この世界から怖いことがすべてなくなっちゃったのかなって気持ちにしてくれる人。だから私はできることなら何でもしたいと思っているんです。私にたくさんのことをくれたように、私も
たくさんのことをあげたいから。わあ、そのお気持ちすごくわかりますわ。好きな人はいつでもたくさんの喜びをくださいますから、私も常々お返ししたいと思っていますわ。私には大好きな人が幸せでいてくださることが一番の幸せなんですわ。わあ、素敵です。智代ちゃんに好きになってもらえた人はきっとすごく幸せだね。さくらちゃんも好きな人がいたりするんですか？うん、そうだ、元気をくれたルリアさんにお礼するね。ベリーズ、この部屋に素敵な花をたくさん咲かせよ。フラワは自分を封印した人を一番大切に思っとる。そうだよね。一番好きな人と一緒にいられないなんて寂しいよね。俺まで不安に思ってる場合じゃない。あいつは、残りのカードも早く見つけて、あいつらと一緒に元の世界に帰る方法を探さないと。あら、シャオラン君じゃない？マギサさん。眠れないの？ちょっと考え事をしてたんです。不安な気持ちがあるならお姉さんに話してくれていいのよ。いや、俺は別に不安なのはあいつらの方だ。だから俺は大丈夫。
シャオラン君って男らしいのね。え、こんなに小さいのに偉いわ。みんながシャオラン君のことを頼りにしちゃうわね。そんなことは別に。けど俺が不安そうにしてたらあいつらまで不安になるから。いくら幼くっても男の子は男の子なのね。お姉さんとろけてしまいそう。あら団長さん、遅かったじゃない。ありがとうございます。本当に助かります。今のはまさか。クローカードだ。風が荒れています。これは、え、稲光、嵐でも来たというのか。の気配やない。ということはまさか今のは。でも、小宮ちゃん危ないからどこかに隠れてて。小宮ちゃんこっちです。この雷は何が起こってんだよ。雨なんて降ってねえぞ。上空の天候は荒れていません。この辺りだけに突然変異の雷雲があるはずです。雷雲？おい待てよペトラ、そんなこと言ったって雲一つ出てねえぞ。誰？やっぱりなくなったのはウォーティーだけやなかったんや。それじゃあこいつは。それじゃああなたはサンダーなのか。あ、なんだこれは。魔法陣。あ、これって友枝町に現れた魔法陣か。なんでここに。あの魔法陣は。
やめろ！ケルベロス君！ケロちゃん！今助けるよ！おい、待て、サクラ！お前まで取り込まれるぞ！離れろ！メテオスウォーム！間一発ね。ありがとう、モーさん。今のがマギサさんの魔法。ケロちゃん、ありがとうな、姉ちゃん。またどっかへ飛ばされてまうとこやったわ。それじゃあ、今の魔法陣があなたたちをこの世界へと連れてきた犯人で間違いないのね。はい、そうや。あっちゅう間の出来事やったし、あんまり状況は覚えてへんけどな。ウィンディだけじゃなく、サンダーもか。あいつも、ウォーティーと同じように。サンダー。なあ、今日は遅いし、クローカードを探すのは明日にならねえと無理だ。だからもう休もうぜ。ビー君の言う通りだ。焦る気持ちもわからないでもないが、さ、部屋に戻ろう。はい。そうやな、歯がゆいけど姉ちゃんらの言う通りや。しかし、この世界にもあの魔法陣がいるっちゅうのはどういうことや？なぜ今さくらやのうてワイを狙ったんか、無差別とは考えにくいで。あの、カタリナさん。ん？なんだ？少々お借りしたいものがあるんですが。その風の精霊ってやつがさくらを呼んでたのか。言葉としてはっきりと聞こえたわけではないんですが、とても優しくて穏やかな風が吹いてきたと思ったら、私の頭の中にこの道の風景とさくらさんの姿が映像として見えてきたんです。まるでその道のりを教えて、そこへさくらさんを導いてくれているかのように。へえ、姉ちゃんもごっつい力を持っとんやな。ただもんじゃないと思っとったけど。そういや、姉さんは朝早くから集落へ向かったんだよな。
い。マギサさんはやらなきゃいけないことがあるからってカタリナと一緒に言ってますよ。あのマギサっちゅう姉ちゃんも魔力は桁違いや。昨日の夜のあの魔法、天才の名は伊達やなさそうやな。あ、さくらさん、この辺りです。おえ、精霊さんがいっぱいいる。この下が渓谷らしいしな。そのせいかこの辺りもニーフがすっげえいるな。この気配は。ウィンディ。あなたが。ウィンディは恩和で争いを嫌う。穏便に仲間を連れて帰ろう思て。ここでサクラが来るのを待っとったんか。姉ちゃん、ウィンディがありがとう言うとるで。はい、ウィンディさんの声私にも届きました。さくら、ウィンディはサンダーの居場所を知っとるらしい。サンダーを？そうなの？ウィンディ。自分には縛れないからさくらに迎えに行ってやってほしいって言うとる。そっか、うん、迎えに行く。ウィンディ、ありがとう。少々お待ちいただけませんか、さくらちゃん。ほえ？素敵ですわ、さくらちゃん。猫さんみたいで可愛いです。うにゃ、また着替えか。似合ってるけどよ、ちょうちゃんは揺るぎねえな。これどうしたの？もしかしてこの衣装も持ち歩いてたの？この衣装は持ってきてませんでしたので、昨晩カタリナさんにお裁縫道具をお借りしました。久しぶりに徹夜してしまいましたわ。ほえその甲斐あってこんなに可愛いさくらちゃんを見られたんですもの。幸せですわ。サンダーを封印したあの日のことを思い出しますわね。そうだね。サンダーは気性が激しいんだ。気をつけないとあっという間に雷を落とされるぞ。わかってるよ。風のさざめきが大きくなっています。渓谷の異変、精霊たちが混乱している原因に近づいているはずです。ここはなんとも神秘的な空間ですわね。これは
お馬さん？たくさん、お馬さんの石像が並んでいますわね。なんか、どれも今にも動き出しそうじゃねえか？あれ、見てください、これ。お馬さんの石像が崩れてる？本当です。でも、どうして一つだけがこんな粉々に？ウィンディさんが呼んでいます。この先にサンダーさんがいるようです。とりあえず先を急ごうか。あれはサンダーだ。雷獣の姿で寝てるみたいだな。本当だ、起こさないようにしないと。チャンスや、このまま寝てる間に封印してしまうんや。うん、何かサンダーに言いたいことがあるんやったら封印した後で。こんなチャンス逃したら大変やで。ケルベロスの言う通りだ。あいつは獰猛なんだ。寝ているところを邪魔されたと思って何をしてくるかわからないぞ。わかった、後でお話しさせてね。雷帝将来。さくら、さくらもクローカードで応戦するんや。私は戦えない。何を言うとるんや、さくら。この状況分かってへんのか。分かってる、分かってるから戦えないの。ここに来てまで何を。封印したカードはみんな主が大好きになる。え、大好きだから悲しんでるんだもん。戦ったりしないでちゃんと謝って、それで許してもらわなきゃ。何？サンダで寂しかったよね。突然知らないところに飛ばされてどうしていいのかわからなかったよね。でももう大丈夫、もう悲
悲しい思いはさせないよ。迎えに来るのが遅くなってごめんね。あなたのこと迎えに来たの。だから私と一緒に帰ろう。言葉が通じない獣相手に。でもあいつの言葉を理解しているみたいだ。おいで。汝のあるべき姿に戻れ。クローカード。やったか。一時はどうなるかと思ったね。ウィンディもどうもありがとう。それじゃあ元の姿に戻ろう。ケロちゃん、もうなくなっちゃったカードはないよね。何遍も数え直したからな。もうないで。よかった。それじゃああとは元の世界に帰る方法を探すことだな。はあ、こうなるとそっちの方が困難なことに思えてしゃあないわ。待ってたわ。無事サンダーとウィンディは戻ったようね。はい。ですがやはりクローカードがなくなっても精霊たちは落ち着きを取り戻してはいないようです。早く精霊たちを安心させてあげたいのですが、やはり他にも何かしらの原因があるということは否定できません。そうね、それも分かっていたことよ。どういうことだ？この渓谷に起こった異変、ニンフたちが興奮し続けていることには2つの原因が考えられるの。そのうちの1つは今はまだ憶測でしかないのだけど、もう1つは明確に分かっていることがある。その1つというのがさくらちゃんたちの存在なの。私たちの存在？クローカードを扱うさくらちゃんの潜在能力は高いけれど、今はまだ十分な魔力が育っていない。それをこの渓谷の妊婦たちは分かっているのよ。だから
独立した強い魔力を秘めているクローカードをあなたから奪おうとしているの。クローカードがこの地にある以上、ニーフたちはいつまでも騒ぎ立てる。私たちの目の届かないところで襲われてしまうかもしれない。だからこれ以上この地にさくらちゃんたちがとどまるのは危険なの。一刻も早く元の世界に戻る必要がある。そんな。しかしどうやってですか？あの魔法陣が何かもわからないですし。以前読んだ古い本を思い出したの。久しぶりに書物庫を探しちゃったわ。どういうことだ？このグリモワールに残されていた召喚魔法陣を使うのよ。魔法陣。とても禍々しい気を感じます。とてつもないほどの闇の魔力がその本に封じられていますね。ワイも触れるのは遠慮したいほどの強力な闇の力やな。そうね、魔力を持たない人間がこの本に触れればあらゆる呪いがかかって非業の死を遂げるわ。な、私はそんな本を探していたというのか。そうだったんですか？カタリナ。私が一緒にいたんだから、カタリナに呪いがかかるようなことはしないわよ。安心してちょうだい。そうか。マギサさんは大丈夫なんですね。言ったでしょ、私天才なの。魔法と名のつくもので私にできないことはないわ。この姉ちゃん相当な魔力やで。普段は魔力を抑えとるみたいやけど。ここは姉ちゃんの好意に甘えて巴田町に戻った方がええ。あの魔法陣が何かもわからへんし、我らがこの世界に飛ばされてきた理由はわからへんけどな。団長さんに協力してほしいってお願いされちゃったし。そうだけど。何から何まで世話になりっぱなしやな姉ちゃん。昨夜のシャオラン君の言葉を聞いたら余計に協力してあげたくなっちゃったの。何かしちゃったの？いや、何も。誤解だ。さあ、準備できたわ。けどね、そのまま召喚するだけじゃ元の世界には帰れない。この魔法陣の出口をあなたたちの世界とつなぐ必要がある。それをするのはあなたたち二人の役目よ。巴田町につながる道を見つけるの、あなたたちの魔力が鍵となるわけ。俺たちの魔力が巴田町を探すというのは一体どういうことなんですか？あなたたちがいた世界を思い浮かべて強く念じるのよ。まあ、やってみればわかるわ。
さあみんな、ここへ立って。あの、待ってください。どうしたんですか、さくらちゃん。そんな、急に元の世界に帰るなんて。だって、私、団長さんたちに何もお礼ができてません。見ず知らずの私たちにこんなによくしてくれて。それにせっかくルリアさんともお友達になれたのに、何もお返しができないままさようならなんて。さくらちゃん、さくらちゃん、そんな風に思わないでください。ルリアさん、だってさくらちゃんたちにはたくさんの楽しい思い出をもらいましたから。魔法のカードのことを教えてくれたり、ともよちゃんが作った可愛い衣装もたくさん見られたり、カタリナはケロちゃんさんに夢中ですし、シャオラン君はとっても頼もしくて、私たちもたくさん助けてもらいました。だから安心して元の世界に戻ってくださいね。もう会えないかもしれないけれど、でも私たちはもうお友達なんですから。どこにいてもずーっとお友達ですね。うん、ありがとう、ルリアさん。あの、ナギサさん、魔法のことをたくさん教えてくれてありがとうございます。すごく勉強になりました。それならよかったわ。ペドラさん、ウィンディの声を聞き届けてくれてありがとうございました。ウィンディもペドラさんとお話できてとっても嬉しかったと思います。私の方こそ貴重な経験ができて感謝しています。カタリナさん、あの時は本当にありがとうございました。俺の方こそ何も返せなくて。何を言うんだ、子供というのは守られるべき存在なんだ。気に病む必要などないぞ。はい、ありがとうございます。団長さん、本当にたくさんお世話になりました。この子恩はずっと忘れません。皆さんありがとうございました。本当にお世話になりましたわ。ありがとうございます。皆様お元気でいらしてくださいね。じゃあな姉ちゃんら、団長さんもほんまおおきに。ケルベロス君も元気でな。気をつけて帰れよ。皆さんが無事に元の世界へ戻れるよう祈ってます。さあ準備はいいかしら。はい、お前は大丈夫か。うん、大丈夫だよリー君。あなたたちならできるわ。頑張ってね。しまいましたね。そうだな。あ、風が
馬の鳴き声。今の音は何だ。星小獣です。何。今まではクローカードの気配だと思っていたので確信が持てなかったんですけど、さくらちゃんたちが元の世界へ戻った今ならはっきり感じます。この気配は星小獣です。は？気配が消えた。なんだって、オイラたちの存在に気づいたとかか。わかりませんけど、余韻も残さずに消えてしまって。不吉な風と馬の鳴き声。渓谷の奥の神殿には馬の彫刻がありましたし、何か関係があるのでしょうか。馬？ルリアちゃん。しましたか、マギサさん。もしかして魔力を使いすぎて具合を悪くされてしまったとか。いえ、何でもないのよ。私は大丈夫。今のは警告。でも、さくらちゃんたちはもう。ここは…トモエダ町のようですわ。私の友枝町や。やるやないか、さくらも小僧も。なんとか無事だったか。よかった。リー君、ありがとう。きっと私一人だったらわからなかったよ。いや、俺もお前がいなかったらどうなってたかわからない。お二人のお力ですわ。ありがとうございます。お疲れではないですか、ともよちゃん。確かに安心したせいかな、すごく疲れてる気がする。そうだな、あっちの世界にいる間も気が休まる時間がなかったしな。うん、ずっと夢を見てたような気がするよ。本当ですわね。そうやな。しっかしほんまでかしたで。今日はもう家に帰ってゆっくり休むんがええ。そうですわね。皆さん心配されていると思いますし。それにあちらの世界で撮ったさくらちゃんのビデオの編集に早く取り掛かりたいですわ。たもよちゃん元気だね。うん、でも今日は帰ろっか。ああ、それじゃあまた明日。また明日ですわ。うん、また明日。あの夢に出てきたのはビーちゃんだったけど、結局あの夢は
何だったのかな。さすがのワイも疲れたわ。早帰って寝よ寝よ。うん、そうだね。ただいま。おはよう、ともよちゃん。おはようございます、さくらちゃん。ご家族の皆様、さくらちゃんのこと心配なさってましたでしょう。大丈夫でしたか？あ、お兄ちゃんにすごく怒られちゃった。心配かけちゃったもんね。でも無事に帰ってきて安心しとったな。まあケロちゃんもおはようございます。あんなことが起きた後やさかい、何かあったら困るやろ。今日は一日さくらのそばにおる。そうでしたか。ともよちゃんの方こそ大丈夫だった？私の方も母を悲しませてしまい、申し訳ない気持ちになりましたわ。二人とも元気そうだな。おはよう、リー君。リー君も元気そうでよかったよ。ああ、俺はなんともない。ワイもおるで。小僧もワイのこと気にかけんかい。お前は放っておいても元気だろ。なんやその可愛げな言いようは。このカナ。ああ、鬱陶しい。ケロちゃん、その姿ではリー君にはかないませんわ。ええか、小僧。わいが元の姿を取り戻したら覚悟したきや。覚えたべ。もう忘れたな。このクソガキ。それにしてもあの魔法陣は何だったんだろうな。俺たちをあの世界に飛ばしたり、ケルベロスを狙ったり。そうだよね。目的がわからないし、そもそもあれが何だったのかも。これは。あ、また出たんか。なんやっちゅうねん。みんな気ぃつけや。こいつまた何するかわからんで。
危ない。連れて行かれるぞ。いいか、トモヤちゃんもケロちゃんもどこに行っちゃったの。落ち着くんだ。今はクローカードを守ってあいつから逃げ切ることを考えろ。どうしてクローカードを狙ってるの。みんなをどこへやったの。トモヤちゃん、ケロちゃん、イーくん、ウィンディ、みんな、どうして、どうして私の大切な人たちを連れて行くの。みんなどこ行っちゃったの。この先にみんながいる。泣いててもしょうがないよね。トモヤちゃんたちも突然どこかへ連れて行かれて怖い思いをしてるかもしれない。私がみんなを助けなきゃ。うん、絶対助けるよ。
待っててね、みんな。